こんばんは、リセマコです。さあ、来ましたね。ダブル深海フェイル。フェイズー、ルーンちゃんと、名前はわかんないけど。フェイズクルクルさんわかんないけど。リの防衛深海英雄ですかね。かわいいですね、これ。馬みたいな感じで、三つ編みがすごいいっぱいある。かなり強そうですね。回復負荷が受けるダメージ-10。いやー、やばそうですね。連番はないのかな？不効果。じゃあ、連番強化族とかつけちゃおうか。かなり強そうですね。いや、水着古沢でも倒せないんだ。今週は予定を変更して、明日、終わりようかなと。緑と白ですかね。緑は、ヘイズちゃん、ヘイズルーンちゃんと、赤さんがね、かなりいいですね。今日旬だから。ロキ様もいないからね、白もかなりいいですね。そう言ってると、この二人が出るんだろうな。さあ、新シーズン。やっていきましょう。お願いします。リラちゃんね。オルテンシア様。ブロニさんか。アイビーさんも。リシティアちゃん。お茶会キャラか。ロードって食うのかな今年もね。なので、僕はちゃんですかね。前シーズンは、ラガ様がいるので、ラミレアちゃんも倒しやすいですよと。しかし、パーティーが、アンナさんにさ、なんか偶像とか、来ないかね、あの三人ね。プルメリア様がいればね。もっとパーティーの幅が広がるんだけどね。こっちのプルメリア様しかいないからね。こうやっていきましょう。どの家からではして。そうしましょう。ミルアちゃん倒しちゃおうか。で、先に。ライトか。どの家からで、戻って、いつもの感じですかね。あ、倒せるか。さすがに。倒して、で、ちゃんと、OK かな。場所を。アンナさんは、しまった、救援せらつくで。救援。イスティフちゃん倒せるかなまあいいや。これで封印して。そうしましょう。肩を押して、壊して、どちらに？ありがとうございました。さあ、どうへ？こちらの方は、リオンくん、パタちゃん、グルさんは、ドルドマリー。ファンないんだ。全員でつけてますね。プルメリア様、リオちゃんか。ゴールドマリーさんで受けるみたいですね。あ、でも、銀ム様が、リリフカと、一応ダメージも取ってますね。あ、デンダン様がやられて、ドイドマリーさんで、また受けに行くと、あ、ブル王子様、冷凍先生が動けなくなるな、今の。どんだけ速さ低いな、この人。ゲルイオン。ああ。ピョちゃんがやられて。ほら。じゃあ、こちらは、レイズちゃんですね。あ、臨床セリスさん。ボーナスだね。ドロッテアさん、シャロンちゃん、レトちゃん、そしてレギンちゃんと、まずスナップを使う感じですね。お、あ、シャロンキョン倒れるんだね。やっぱ、まだ全然強いですね。総選挙そばちゃんか。で、りんちゃんが倒して。で、リスガンで、受ける感じですかね。ただくなはね。カット向こうの、カット向こうのせいで、あんまり使わなくなっちゃってない。ああ、やっぱりそばちゃんは、やっぱ嫌ですね。じゃあ、こちらは、あ、イブレーンさん、忍者イブレーンさんのね。いやー、いいですね。このキャラはいいですよね。いるんだけど、素材的なね、あれがないんだよね。プレシーズちゃん、エガちゃん。近代エガちゃんですね。アクアさん。これは通常のアクアさんだ。アジストさんね。防御がいきなりマックスになってるのは、ここでマイナス1。これでマイナス2。あ、レジストさんのこれでマイナス3か。あ、なるほどね。めちゃくちゃいいですね。ああ、そうやっていく感じですかね。いいですね。いやー、これが気持ちいいですね。リストさんね、甚大なんだね。なるほど。アクラさんでぶん殴った。あ、アクラさんでもじって甚大か。ちょっと待って。なるほどね。なるほど。面白いですね。あ、わかんないけど名前。レンゲージキャラの、バッキーですね。名前が出てこない。バナカイズイブレンさんはいいですよね。5回で3か。4なら、もっと、あれですかね。あ。エリクちゃんが、次、耐えられちゃいましたね。なるほど。ありがとうございました。あー、もう、本当に演出なしなので。うわ、最悪。やめて、演出やめて。